あ、お昼多分これ12時だと無理な気がする気がする多分ちょっと分かんないまだ。次の枠だね決めるの。明日がちょっとまだ分かんないから朝は7時から7時半はできそう予想では予想では油目も来た？そう来た配信始まる前お昼欲しい。お昼はねちょっと厳しい気がする。わかんない時間によるけど終わる時間にでも間に合わない気がするなこれお昼は間に合わないと思う。あさってもだね。あさっても無理だね。お昼多分あさって場所が空いてればいけるかな。まあでもわかんないわ。またあかん。あさってはまだ明日決めればいいよ。夜は厚めでするつもり。夕方から夜にかけてはだけどちょっとまだ分かんないから明日のやつがまだ決めれない。8時からは確定でできると思う。夕方はちょっと時間によるな。夕方もいけると思うけどな分かんないで。何時に終わるかな。それ次第まあ次の枠で決めましょう。時間は分かんないのでまだ決めれない。教授には来ると思う。教授には来ると思うけどちょっとまだ分かんないから。急に仕事入る、まあ、その時によるね。明日やることは知ってるけど時間が分かんないでだけだね確かに。あ、今日どうだったんだろう。今日だよねやってたの。結果どうだったんだろう。全然わかんないや。結果見てない。どこが覚えたんだ。私マイク出たいけど。第4回メンバー発表された？あ、分かんない。いつ出るか本当に分かんない。早く出たいけどでもいつかは出るはずだと思う。じゃ全員出るから早く出るけどいつか分かんない。あ、チーム4が勝ったんだ。え、
ってことは、え、結構バラバラじゃない？買ったの。チーム。今までさ。結構バラバラだよね。なんかほう BKN じゃん。え、勝ったの今まで。え、 B 勝ってたっけ。え、どういうこと。何の順番。何の順番。AK ほう、次はじゃあ B だね。次じゃあ B 勝つわ。え、今誰が出てないんだろう、メンバー。私とまだ出てないの。だって次さ出る可能性があるってことでしょ。分かんないけど、今日の順位、あ、今日の順位が、あ、じゃあ惜しかったんだ B。 そういうことか。私マイク出たいな。誰と一緒に出るかな、わかんないや。でも結構、あともう4回のメンバーも、4回目のメンバーも発表されてたからさ、まああと数人だよね、残ってるの。うち OK。 12人でしょ。12人も4回目入れたら12人も出るメンバー、12人出てるから。でも何人だ B、 何人だっけ。12B 何人だ。あれ、10何人だっけ。数分かんないな。何人、何人だ。全員15、5、6とか。あっち OK。 違うな、全然違うわ。全然違う、適当に言い過ぎた。16の17、18、19ぐらいか。全然違うわ、19ぐらい。え、19ぐらいか。16、全然違う、15、6じゃない、19ぐらいじゃないか。19人か。あ、ちょっと。ってことは、で、今、4回目のメンバーまででしょ？で、男子。3人だよね？そうだね。1回出る、1回の。1回ごとに出るメンバー。男子10人、12、7人。あと7人。いつ出るかな？わかんないな。早く出たいけど、私も。楽しそう。難しいって聞くけど。やったことないからわかんない。難しさ。早く出たい。練習する、どうやって練習するの、あれ。無理でしょ。そう、専用の施設行かないと。あと何試合、あと何試合だろう。でも全員出るって聞いてる。え、だから行く子は全員出ると思うけど。イメージトレーニング？むずくない？やったこともないのに。わかんない、むずいよ。
そう、なまださあれなんかつけてやるよね、そのカメラみたいな。それさ、その映像すら見たことないのにさ、こう目の前にこういうむずちゃんとルルルで撮れば避けてねどんな感じなんだろうね、ほんとあんま分かんない。でも分かんない、いつ出る。次の次、次の次かな、分かんないな分かんない、いつだろう。でも楽しみ。などうん、昼まで企画いつ決めようかな。何するかも全然あれだけど、でもそんなになんていうの、この時間はこれやってって全部を決めようとは思ってないかも。なんかこう企画、なんかこれをしてみたいな、とりあえず出してまたいつするかは別としてみたいな。でもとりあえずしようと思ってるのは、そうカヌレを食べたいから、カヌレと全部食べる配信なんだけどさ、今とりあえずするって決まってるのが、とあの辛ラーメン買ったからさ今日かな。でもいつするか分かんないけど、明日はできないそうだから。いやカヌレはね、あれなんだよ、この間めっちゃ前かの、あのショールームのイベントでいただいたやつだから、配信で食べた方がいいなっていうので、それなのよ、そのめっちゃ前のやつだけどなんかホワイトデーとかじゃなかったっけな、それめっちゃ前なんだけど、それのやつなの。そのポイントを達成してみたいなやつ。賞味期限切れてないよ。だってこの間届いた。大丈夫。だから全然。そう、冷凍庫に入ってる今さっきの辛いラーメン食べ、いや食べてない、今度また配信で食べようと思ってる、配信するときに使う髪がめっちゃラーメンはまた今度かな、いつ食べるかな、ほんとお昼ゆっくり配信できそうな時、
明後日は微妙だなって感じ。松葉したんだ。松葉？松葉今日してないよ。今日しなかった。アイムドーナツって、アイムドーナツ食べたことある一回だけ。一回だけ、あの K のリセット公演の千秋楽の時に食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しかったあれ。めっちゃ並ぶんでしょあのお店。行ったことないんだけどさ私。あれ美味しかったよ。ピスタチオ食べたんだけど美味しかったそれ。最近ね、なんていうの、流行ってるお店、流行り、有名なとこ。髪の毛さん、髪の毛は今月の初めぐらい染めて、染めてない、そっから色落ちかな。茶色くなってるのは。この間の話から差し入れにあったって嘘。え？いや、なかったよ。え？時間が合わなかっただけとか？アイムドーナツ？嘘だ、ないよ、私食べてない。知らないんだけど。お話し会じゃないんじゃない？そのお話し会なのかな？わかんないな。一回しか食べたことない。でもまた食べたい。お店も行きたいけどさ、買いに行きたいけど、めっちゃ並ぶって聞くから、1時間ぐらい並ぶみたいな。何分レベルじゃないみたいな。1時間って聞くから。ちょっとなぁと思って、もうちょっと落ち着いたらもうちょっと落ち着いたら買いに行こうかなみたいな。めっちゃ並ぶらしい。行ったことないから分かんないんだけど。そう、2店舗しかないんだって。なんか目黒と渋谷かな、2店舗しかないらしくて、そうめっちゃ並ぶって聞いた。もしか朝だったか、でも帰った後に写真入れやった。あの日ね、私ね、朝だったんだけどね、ずっといたの。話し会のところに。そう、みぞちゃんが終わるのを待ってて、で途中ひなこもいてみたいな。 その3人でご飯に行ったのね。そのこないで行った焼肉待ってたからずっといたのよ。だからやっと会ったら食べてるから絶対違うよ。ずっといたんですよね、その日。そう、実は3部、お昼ぐらいだっけ、3部って。終わって夕方ぐらいまでいた。どこで待ってたの、楽屋。楽屋かな。待ってる間、待ってる何してたかな。お弁当ご飯食べたり、その話からまたご飯食べて、でもちょっと寝てた、ちょっと寝てってして、で、あとなんか買わないといけないなったから、ちょっとだけ買い物行って戻ってきてみたいな。いつもこんなことないんだけど、普通にいつもやったら、そう終わったら帰ってる。その時はずっといて待ってた。みんなでご飯食べに行くためも、全然ご飯食べ、あ、お昼ご飯食べて夜ご飯を食べに行ったの。そうだった。インスタの写真、インスタの写真、何が。いつもすぐ帰ってんね。すぐ。うん。初めて頼まってた。残ってた。終わった後。
フルだっけ、あ、ワッフル、ワッフルはあった、ワッフル食べた、いつだそれ、2日目のお話だ。めちゃくちゃ美味しかった、そのワッフル。ライブドーナツも食べたい、そういう行きたいんだけど、お店行ってなんかそう見てみたら、目黒店の方は種類が何種類かだけど、渋谷店の方はいっぱいあるみたいな、何十種類あるみたいな書いてて、行きたいって思ったんだけど、めっちゃ並ぶらしくて、だからもうちょっと落ち着いたらでっかみたいな行きたいんだけどな、そう食べたいし。渋谷のドーナツは15分で買えるんだ。じゃあ渋谷が並ぶってこと、いっぱいあるから。中目黒か行ったことないな私目黒じゃなかった、中目黒なんだ、分かんなかった渋谷が並ぶんだね、そういうことか。調べて、いや調べて、なんかね、インスタで流れてきて投稿見たらそう書いてあった。そう、3つ並ぶって1時間ぐらいとか見て、あ、ちょっともう、あ、また夏だしそんな並びたくないしと思って諦めてた。渋谷のタイミングよければ30分くらい、タイミングよければ、むずタイミングよければ。え、でもさ、もう夏休みじゃん今の期間、もう始まってんのかな、学校によるかだからさ、人増えそうだよね、こう学生の子とかがさ。確かに、そう行ってみたいんだけどね、いつか。ピスタチオしか食べたことないから、ピスタチオ以外も美味しそうだったんだけど、その時ピスタチオにしたから。美味しかったんだけどね、ピスタチオ、ピスタチオももう一回食べたい、他のやつもなんかいろいろ買いたい。ちょっと落ち着いたら行こう人が落ち着いてそうな時に、あんま並ばなそうな時。なんかさ、こう遊園地とかでさ並ぶのは全然待てるんだけどさ、なんか普通のさご飯屋さんとかさ、めっちゃ並1時間並ぶとかだったらちょっと待てない、わかるご飯屋さんとか遊園地だったら全然待てる、1時間なのに全然待てるけど、普通のお店とかだと待てない1時間は長いなって思っちゃう。しかも夏だと余計に暑いし、でも15分ぐらいならいけるかも、15分30分、それならでもそっか、タイミングが良ければ30分なんだよねちょっとまたもうちょっとしたらかな、行ってみよう。なんでコギミンと先頭で1時間待ちてません。え、コギミンはグリーティングでしょ、グリーティングちょっと1回は行ってみたいから1時間でも待ちそう。でもあれだな、そう一緒にいる人も待たしちゃうからなでも1時間ってさ短い方じゃないのかな、そうグリーティングで言ったら、そうピューロのグリーティングならそんな方じゃない。そう1回しか行ったことないんだけど、ピューロランドは。その時シナモンのグリーティングしてて、もうすごくて列がめっちゃ並んでて、そうそれシナモン、それシナモンだったからかもしれないけど、シナモンめちゃくちゃ人気だから。めっちゃ並んでたのなんかね、エスカレーターがあるとこあって、こうピューランド入ってすぐに、そこのエスカレーターと階段があるとこあって、その階段の方にめっちゃ並んでて、え、なんだろうと思ってたらシナモンのグリーティングの列だった。
すごかった。私はね、そうめっちゃ並んでたから取らなかったんだけど。あれだな、コーヒーの1時間は、あでもどうだろう、でも出しちゃうからな、一緒にいる人も。家族とかだったら並ぶけど、一緒に行ってる人は一人か家族とかだったら。あ29分、32分か、終わるのは。まあ、ということで、ありがとう、教えてくれて。13位からランキングいます。13位、ひろのりさん、ありがとうございます。噛んじゃった。12位、マントメガネさん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、 WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。9位、ケッピーさん、ありがとうございます。8位、アンマンさん、ありがとうございます。7位、トワさん、ありがとうございます。6位、梶原智弘さん、ありがとうございます。5位、ヒューガナツアットマーク毎日コツコツ強化おいしさん、ありがとうございます。4位、ウドさん、ありがとうございます。3位、タルボさん、ありがとうございます。2位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。次が23時20分からですね。次が今日最後の枠です。32分だよね。30分になって一瞬焦るんだけどなんか32分ってさ最近ほら30分に終わる配信が多いからさ、この微妙な時間に終わる珍しいから一瞬焦る。やばいって一瞬思っちゃう次の枠でスケジュール、明日の配信スケジュール決めますね。次の時にはもう受かってると思うので、またそれでかな。でも本当楽しみだね、その日ピューロランドっていう。サンリオ好きだからさ、嬉しいね。キャラクターもいるし楽しみ。32分ね、30秒か。あ、落ちちゃった。ハーモニーランド、ハーモニーランドもありだね。夏は暑そうだけど、野外じゃあそろそろ時間なので、じゃあ次23時20分からまたそれで見に来てください。じゃあありがとうございました。またねー。